皆さんこんにちは、どうもちるです。と本日はスペシャルゲストでこの方に来てもらいました。はい、どうもギテです。私自分から初めて DM 送ってコラボ誘ったんですよ。そう、だからなんで僕に DM してくださったんですか。ゆてくんが語ってる動画とかファッションとかおしゃれな感じとかすごい見てて、めちゃくちゃ嬉しいです、ね。ま、本当にいいなと思って何かとしら施してほしいと思ってちょっとお願いしようと思って心よくね引き受けてくれて来てくださったんですよ。僕ももうだいぶ前からちるさんの動画見てたので、すごい前からしてたからこそ Twitter のフォローが相互になった時に、チルさんがフォローしてくれてるみたいな、俺もここまで来たかみたいな感じで思ったぐらいで、今回 DM いただいてもうすっごい光栄で、僕もなかなか自分からコラボしましょうって言えないので、言えないですよ。あの、初めましてでなかなかコラボってなんか難しかったりするので、すごい嬉しかったです。そう、質問愛だからラブはい、ということでですね、今回サムネとねタイトル見てくれたら分かると思うんですけども、ゆてプロデュースちるちゃん大変身計画、イエーイすごいいい企画で、めちゃくちゃいい企画、あたしとく最近それこそそのアパレルとかしているんですけど、はい、自分自身めっちゃメイクでまあ一応やってるんですけど、服もすっごい好きなので、ここで誰かにそのプロデュースしてスタイリングするって企画すごいやりたかったので、初めての経験ですけどめちゃくちゃ嬉しいです。私ってね、普段着がシンプル中のドシンプルなんですよ。いざカチッとした場所に行く時ってやっぱり大人になるとあるじゃないですか。結構物に困ってしまったりだとか、カジュアルだけど、うん、おしゃれなカフェに行くってなった時とかもちょっと困っちゃったりとかするんですよ。ブランドはどこに行きますか。ザラで。素晴らしい、お願いします。2年間僕ザラ店員だったんですよ、うん、今年の6月までザラで働いてたので、もうザラに関してはもうどんどん任せろって感じで、もともと働いてたってことも私、はい、もうめちゃくちゃ好きで見てるから本当に嬉しいですよ。めちゃくちゃ嬉しいです。なので、はい、ザラでお願いしたいなと思いまして。お任せください、はい、今からちょっと出るのかもしれない、ちょっと出るかもしれないけど今日はねちょっとギュテ君を、はい、視聴者の皆様からお借りしまして、お洋服を一緒に買いに行っていきたいと思います。行、はい、きますか。行きましょう、行きましょう、レッツゴーレッツゴーすごい量ですよ。めっちゃいっぱい買っちゃいました。ゆてくんにマジで本当に全部お願いして、もう僕完全プロデュースで、ちるさんが持ってる服とも今後もちゃんと着てもらえるように選びたかったので、その質問はしましたけど、もう僕の見立てというか、もうあこれ絶対似合うな、はいこれ、はいこれって感じでたくさん着てもらったので結構時間かかっちゃったんですけど、もう素晴らしいものを買ってきました。本当にフィッティングルームでマジで本当に2人でも絶叫しましたよね。これはマジで見たいみたいな感じ本当に楽しみにしてて、私のイメージめちゃめちゃもう変わると思う。楽しみ。私がやっぱりお願いした人は間違いじゃなかったっていうこと行きましょう、行きましょう、どうぞ。はい、というわけでですね、はい、私の普段の私服ですね、ビフォーアーってやつですね、こんな感じになってます。シンプルなんですよ。このイメージも強いですね。ボンティーテが手につけるイメージ。そう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 、そうなんです。めちゃめちゃ合う。シンプルって無難かなみたいな。まあまあまあ、それはそうですね。挑戦するのも怖いもんなっていう感じはすごくあります。結構ビビリなんです。ここから、まあ、僕が今回選んできた服を着てもらおうと思いますけど、1着目の服はこちらです。まず1パターン目のカジュアルめなコーデがこちらです。めちゃめちゃ可愛くないですか。可愛い、私こんな可愛い服着たの初めてです。チルさん見た時に絶対ベージュ系が似合うなと思ったんですよ。まあなんかモテ系っていうんですか、こうあざとい女子系が絶対可愛いと思ったので、今回も絶対ベージュ系入れたいと思って、ベージュのニットワンピースに素材感がフェルト生地でめっちゃこう気持ちいい感じなんですけど、テク柄のアウターを若干こう型落ちで、やばくない、めちゃめちゃ可愛い。こんなに私女の子してるの本当だから、もったいないよ。すごい頑張ってタイガのね、だって可愛く着た方が絶対いいですよ、ね、だっていろいろ取り戻した気がしますいや今日一日で本当にマジで、だってこれでなんか ちっちゃめなバッグとか持って合コンとか着たら絶対モテますよね。 100% 可愛いですよ。しかもこれでなんかヒールブーツとか合わせちゃうとギャルっぽくなりすぎちゃうかなと思うんですけど、下をねパンクのロングブーツにしてるんですよ。ゴールもポイントが入ったりするんですけど、大人っぽい雰囲気を出したくて、ギャルギャルしくない感じを出したくて、落ち着いてるけど結構肌の見せはしてるよみたいな感じの服にしてました。マジで可愛い。普段ちょっと遊び服ぐらいだったら、はい、エヴァンゲリオンのタイトルの T シャツ着てったりとかするんで、使徒襲来とか。なんで
みんな知ってるでしょ、多分本当知ってると思う。そうですね、僕も今動画見てるから知ってるんですけど、ちゃんとこういう服もっと着てほしい。女の子してる感、うん、すごいキャピキャピしちゃうかもしれない。あー、ごめんね、ちょっと遅れちゃう。めちゃめちゃいいじゃん。いやでもそれやります。すごいミスガーデンプレイス前とお茶合わせとか当日できた。服装が割とこうニットワンピー着てるんですけど、髪型がねちょっと下ろしててストレートだったので、ちょっとアップ目にしてこの辺もちょっと巻いてみました。あざとい感じとなんかちょっと柔らかい感じが出るかなと思うんで、髪型も込みでプロデュースしてみました。ワントーンコーデっていうんですけど、ベージュ系でまとめちゃった方が最近は可愛くなりますし、ベージュ絶対今後着てください。着ます。超似合いますから、本当ベージュ。一着目カジュアルコーデはこんな感じになりました。可愛い、本当に。次ですね。はい、で次の銀座にお買い物系のちょっと綺麗めな服装がこちらです。こちらがちょっとまあ銀座とかに行けるようなちょっとこう綺麗めな服装にしてみました。一番最初にお願いしたいコーディネートのポイントとして、はいはい、かっちりしたところに行きたいと。 それであと着痩せしたい、あと肩幅が目立つので肩幅をちょっと小さく見せたい、はい、全部これ叶えてくれてる。結構確かにそのポイント全部凝縮された感はあるかもしれない、うん、なんかそのつゆさんのイメージってなんか雰囲気柔らかいので、ちょっとこう柔らかい印象を残しながらもう綺麗めにしたかったのでブラウスを選んだんですけど、これ若干ねツイードっぽい柄になっててキラキラが入ってるんですよ。近くで見ると可愛らしい印象もリボンとかついてて、うん、けどやっぱりちょっとこう銀座って場所で浮かないようにというか、うん、こうかっこいい印象も与えたいので、このね下はショーパンにしてるんですけど、このショーパンが結構ね下が開いてるのでちょっとこうスカートっぽく見えるけど、パンツだから座っても気にならないし、うん、プラスこのベルトがここに元から付いてるんですよ。レザーのギュッと縛って上に上げちゃえばウエスト気にならなくなっちゃうの でリボンがあるからここに目が行くので、こういうパンツ意外とお腹出てる人でも着れます。でこのジャケットね、ジャケットもこれツイード素材で、この素材がめっちゃ可愛いんですけど、そうツイード今季ね結構流行ってて、多分ジャストのサイズは L なんですけど、レジスの M サイズを着てて肩幅が気になるって言ったので、ジャケットって逆に肩幅狭めで買っちゃうとそこまでしか肩がないように見えるので、逆に肩幅すごい狭く見えるんですよ、うん、ほらめちゃめちゃ細く見えません？え、すごいと思った。私これそばでしか肩がないように見えるので、他に肩幅ない人は大きめで着ると肩幅あるように見せれるし、狭く見せたい人は小さめで着ると狭くも見せれる、肩幅も狭く見せれるし、うん、ウエストも足がこの辺まであるように見えるので、うん、スタイルアップもできるし、すっごいスタイルよく見えるんだよ。マジでこれ超かわいいです。え、かわいい、ほんとかわいい、ほんとにかわいい。私ニューヨークに来てる気分でマジで。下のブーツはさっきと同じブーツを着回してます。ボタンがゴールドなんですけど、このブーツのここにもゴールドがあって、そこの色味をちょっと合わせてあげるとよりこうおしゃれな上級者っぽく見えるかなっていうところで色合わせもしてます。感動しちゃってやばいっす、マジで。で、まあ、服装に合わせて髪の毛巻いて、はい、で脇も若干変えてちょっとエレガントな感じでしてみました。カジュアルもめっちゃ似合ってましたけど、この綺麗めな格好もすっごい似合う。この状態からもちょっと、え、やばくないって思って、はい、めちゃめちゃ可愛いって思って、これをこうやって羽織った時のこの肩がなくなる感じが感動しちゃって、マジで。すごくない？だって、本当あるんよ、本当に。でも、こんなすっきり見えるんだなと思って。もう本当に嬉しい。もう本当に嬉しい。はい、というわけですね、ゆてくんにですねプロデュースしていただきまして、うん、新しい私に生まれ変わってまいりました。本当に大成功。フィッティングルームに行って全身鏡で見るじゃないですか、はいはい、その時にえ、やばって思って、うん、めっちゃ可愛いってなって、めっちゃ満面の笑みでゆてくんにやばいやばいやばいみたいな、うん、僕もそれ見てやばい本当お金払った方がいい。いや本当アニメ系とかなんかそういうのじゃなくて、こういうかっこいいおしゃれもマジでしていこうって思いました。マジでしてください。似合うんですから。だってこんなね服でときめいたの本当に久しぶりでした。もうめちゃくちゃ嬉しいです。待ったらまた呼んでください。え、本当にありがとうございます、はい、めっちゃすぐお願いするぜひぜひ。はい、というわけですね、今回はゆてくんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。一応僕の動画では僕も初めてなんですけど、はい、ポーチ交換メイクをしてます。してます。つゆさんの普段使ってるポーチと僕のポーチを交換してお互いの顔に似せるっていうメイクをしてるので、はい、それもぜひぜひよかったら見てくれたらなと思います。ゆてくんのチャンネルは概要欄の方にありますので、はい、よかったら見てください。お願いします。は
い、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。この動画が少しでも面白いとかね、参考になるなって思ってくれた方がいらっしゃいましたら、よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ということで以上、チュールとヒデでした。バイバーイ。